えっと、思うっていうのは自分が相手のことを好きってこと思われっていうのはパッシブだから相手が自分のことを好きってこと <music> こんにちは、さゆりですこのポッドキャストでは日常のことをわかりやすい日本語でゆっくり話します今回はニキビについて そしてニキビに関すするジンクスの記事を読みます、えー、ニキビ、皆さんきっと一度はできたことがあるはず、えー、そして悩んだことがあるはずですそう顔にできる赤いやつですニキビと言います特に思春期の頃思春期というのはだいた10代の半ばですね 思春期の頃によくできます。私もありました。えー、大人になってから、もう二十歳を超えてからも時々できました。今もできます。えー、大人になってからのニキビを吹き出物という人がいますが、ニキビも吹き出物も同じものです、えー。なんでこの話をしたかというと、先週吹き出物ニキビが できたからです。まあ、今も見えるかな？あるかもしんないです。<laughs> はい、えーっとちょっと痛かったです。でもできるだけ触らないようにしていたら治りました。気になって触ったりしていると跡ができてしまいます。それをニキビ跡と言います、えー、ニキビができやすい体質の人。 あまりできない体質の人がいると思います。そしてニキビの原因は様々です。ニキビの原因はいろいろあります。私はもう大人だし <laughs>、体質的にあまりできない方だと思いますが、やっぱり不健康な生活をしているとできやすいです。えー、例えば睡眠不足。 えー、ストレス食生活の乱れがあるとニキビができやすくなるみたいです、えー、っとさてニキビには面白いジンクスがありますジンクスというのは英語の意味と、えー、ちょっと違っていて、まあ、マイナスな意味はなくて一般の人まあ普通の人に信じられている考えという意味です、えー 恋愛に関するジンクスがあるそうなので読んでいきましょう。はい恋とニキビの関係ニキビができる場所には恋愛のジンクスがあるはいえー、っと女の子がいますえ女の子の右頬右のほっぺたあーチークスですねチークにできる、えー、ニキビのことをフラレニキビ といいうらしいですで左の頬にできるニキビのことを「ふりニキビ」というらしいです。でおでこにできることを「重いニキビ、えー」顎にできるニキビのことを「思われニキビ」というらしいです。はい、えー、思い重思われ振り振られりら まあ何のことかかかりますか、えー、っと思うっていうのは自分が相手のことを好きってこと思われっていうのはパッシブだから相手が自分のことを好きってことで振りっていうのは振るですねので自分がバイバーイっていうこと振られるっていうのは振られるっていうのは、えー、パッシブなので、えー、っとさよならって。 言われちゃうことです <laughs>、はいえーと。昔からニキビができる場所には恋愛のジンクスがあると言われていますあなたにも思われニキビができちゃったなんて話は聞いたことはありませんかえー、顔にできたニキビの場所で、えー、恋愛運を占うニキビ占い普段は憂鬱なニキビですが いい意味のニキビなら少し気分が楽になるかもしれません。ニキビが発生する原因の一つはストレス反応とも言われています。ニキビができたら、ん？違う。ニキビができたからといって落ち込んでばかりいるのではなく、今誰かに思われてるかもしれないというポジティブな気持ちを持ちながらニキビを改善していきましょう。 というわけで、えー、ニキビ占いに関することを少しまとめてみました、えー、かいさっき書いてますねさっき言いましたねおでこのニキビは重いニキビおでこにニキビができ,ていた,ばできた場合はあなたが誰かに片思いをしている、えー、恋焦がれているという暗示です えー、ニキビの数だけ今思っている人がいるとも言われていますまああの重いニキビっていうのは自分が好きな人だからニキビの数だけ好きな人がいるとも言われていますうん And, あそして顎のニキビは思われニキビ思われるっていうのはパッシブですねえあ、ー、にニキビができた場合は あなたが誰かから思われている、えー、意外な人から片思いされているという暗示です。ニキビの数イコール思われている人数とも言われています。ってことはまあ人気者ということですね。はい、<laughs> で、えー、左頬のニキビは振りニキビ、えー、左頬にニキビができた場合は あなたが恋人と別れたいと思っていたり、告白を断ったりする可能性がある暗示です。ニキビの数だけそうした暗示が現実になる確率が高くなると言われています。はい。右頬のニキビは振られニキビ。えー、右頬にニキビができた場合は、あなたが恋人から別れを告げられる。 告白して振られてしまう、えー、未来を暗示しています、えー、ニキビの数だけそうした暗示が現実になる確率が高くなると言われていますはいうん、どう思いますか <laughs> で、ニキビの位置と恋愛関係って本当、えー、古くから伝えられてきたニキビ占いですが まあ残念ながら科学的医学的な、えー、根拠はありませんっていうのはまあ普通に科学的に証明されていません科学的な理由はありませんはい <laughs> だからーただの遊びですはいただの10代の思春ただ10代の思春期にニキビができやすいのはストレスや えー、睡眠不足偏った食生活紫外線などの、えー、内面的なストレスによるホルモンバランスの乱れが原因です。ホルモンンバランスの乱れが原因です、えー、余計な不安やストレスになりうる思春期ニキビも恋愛のジンクスやおまじないの一種と思えば気持ちが楽になるかもしれません。 で思春期ニキビも恋の悩みも前向きに乗り越えていくことがベストですどうでしたか <laughs> 役に立ちましたかまぁ、あ、ちょっとえっ、ー、と面白いなと思ったので、えー、読んでみましたはいじゃあ今日はこの辺でバイバーイ